今日はキュアスレイユの塗り絵を私たちの色にぬりぬりしてみちゃうよ。まずは私、キュアスターカラーにぬりぬりしちゃおう。キュアソレイユをキュアスターカラーにぬりぬり。まず髪の毛はピンク色にぬりぬりして、それからヘアアクセは黄色だよね。この黄色がいいかな。黄色で可愛くぬりぬり。アクセサリーも黄色にして、それから首の部分は色をつけるで、ピンクに塗り塗り。あ、眉毛もピンクに塗って、それからお星様のこの部分は薄いピンクで塗り塗りしていくよ。お洋服も、ピンクと、とっても薄いピンクで塗り塗り。ここがなんか塗られちゃった。お顔はちょっとピンクじゃ違うよね。お顔の色は作って、こんな色どうかな。ちょっと薄めがいいかな。うん。お顔の色をこんな感じに塗り塗りして、首も塗って、それからお洋服は、ここはピンクで塗り塗り。お耳も、ちょっと赤っぽいピンクで塗り塗りかな。うん、かわいい。お口はピンク色で塗って、それから影をつければ。じゃーん！私カラーのキラヤバーのキュアソレイユの誕生だよ。ピンクのお髪もとっても素敵だね。そして背景はちょっと濃いめのブルーにして、キュアスターカラーのキュアソレイユ出来上がり。完成！おめでとう！次は私カラーのキュアソレイユをぬりぬりしていくる。かわいく塗れるかな？まずは色を作っていくる。色は、こんな感じの緑色で髪の毛をぬりぬりしていくるん。眉毛も塗って、お目目は、ブルーっぽい緑でぬりぬりするるん。そして、ヘアアクセは、やっぱり黄色るんね。お星様の黄色で、この下の部分は白で塗る。うん、素敵だ。あ、この塗り忘れちゃいけないのね。ここは黄色が良かったのか。うん、黄色がいいと思うるん。そして首のアクセサリーは緑で塗るるん。緑色でぬりぬりる。お耳のアクセサリーは黄色で塗るる。うん、とっても可愛く塗れてるる。お洋服はちょっと濃いめの緑色でこの部分を塗って、それから、こんな感じの色かな。この色でお洋服を塗って、この部分は薄めの黄色で塗ってくる。うん、可愛く塗れてるる。そしてお顔の色も塗ってくる。お顔の色は
こんな感じに塗ろうかな。影をつけて、キュアミルキーカラーのキュアソレイユ出来上がりです。とっても可愛いね。あとは背景に色をつけてくるよ。こんな感じのブルーで塗って、キュアソレイユカラーのキュアミルキー出来上がり。完成、おめでとう。次はキュアソレイユを私カラーに塗っていきますわ。私の髪の毛の色は紫なので、キュアソレイユの髪の毛の色を紫色に塗っていきます。とっても素敵。眉毛も紫で塗って、そしてお目目の色は、こんな感じのブルーで塗っていきますよ。素敵ですね。お耳のアクセサリーは黄色。頭のアクセサリーも、この部分は黄色で塗って、それ以外の部分は、濃い色のブルーで塗っていきます。ここも濃いめのブルーで塗っていきましょう。そして次はお洋服。お洋服はこの部分を薄めの紫色で塗り塗りして、ここはこの色で塗り塗り。ここはこの色で塗り塗りして、顔と体の色も塗って、それから口の色も塗り塗り。影をつければ、キュアセレーネカラーのキュアソレイユ出来上がり。とっても似合ってる。そして背景をつけていきますよ。背景はこんな感じのブルーで塗って、はい、完成。おめでとう。綺麗に塗れましたね。最後はキュアソレイユを私キュアコスモカラーに塗っていくよ。どんな風にぬりぬりしようかな、楽しみ。まずは髪の毛の色を塗っていくよ。髪の毛の色はこんな感じのブルーだよね。ブルーでぬりぬり。眉毛の色もブルーでぬりぬりして、それから私の帽子の色。帽子はこの色だから、ブルーでぬりぬりしていくよ。そしてこの部分はピンクでぬりぬり。耳のイヤリングは黄色でぬりぬりして、お耳の色は オレンジ。素敵。首のアクセサリーはヘアアクセと同じブルーで塗り塗りしていくよ。かわいいね。お洋服の色もこの色で塗り塗り。そしてお顔の色はこんな感じかな。口の色も塗り塗りして、影をつければキュアコスモカラーのキュアソレイユ出来上がり。うわー、すっごく可愛いね。ねえねえ、動画を見てるみんな、今日はキュアソレイユを
他の4人のプリキュアカラーにぬりぬりしたけど、誰が一番似合ってると思ったかな？一番似合ってるなと思ったプリキュアをコメント欄に書いて教えてね。私、キュアスターカラーのキュアソレイユが可愛いなと思ったら、コメント欄にキュアスターって書いて教えてくれると嬉しいな。キラヤバーだよね。キュアミルキーカラーのキュアソレイユが一番可愛いなと思ったら、コメント欄にキュアミルキーって書いて教えてほしいる。おやー、とっても似合ってるれんね。キュアセレーネカラーのキュアソレイユがとっても可愛いなと思った人は、コメント欄にキュアセレーネって書いて教えてくださいね。お揃いの色、素敵。最後に塗ったキュアコスモカラーのキュアソレイユが一番似合ってるなと思ったら、コメント欄にキュアコスモって書いて教えてね。キュアソレイユ大好き、塗り絵も大好きだよっていう人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。それでは今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、 YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。